大学職員を志望した理由が、幅広い年齢層に関われる仕事だなと思ったからです。就職活動の軸を、幅広い年齢層に関われるというのと、あと困ってる人を支えたいっていう軸のもと、いろんな一般企業だったりとか、あと教職取ってたので高校の教員とか、いろんな選択肢を考える中で、じゃあ一体どこが一番幅広い年齢層と関われるかってなった時に、大学じゃないかなと思ったので大学職員志望しました。で、母校を志望した理由はありきたりかもしれないんですけど、やっぱり母校の魅力を伝えたいとか、同じキャンパスで学ぶ後輩たちの力になんとかなりたいと思ったので母校の職員を志望しました。はい、キャリアセンターの講座企画係というところにおりまして、もちろん進路に不安を抱えている大学生の進路相談、カウンセリングをやっているんですけれども、それに加えて年間300コマぐらい、講座とかガイダンスという形で就職活動の支援に必要な準備についてお伝えするものがあるんですけれど、その、企画運営で時に自分で講師として大学生に向けて話したりと、そういう仕事をしています。